はい、こんにちは、プンスチャンネルです。皆さん、お久しぶりです。今回の動画はですね、プンスケ秘蔵っ子シリーズということで、実はお迎えしていたり、実は育ててましたよっていう子を一気にね、紹介していきたいなと思います。今回は第1弾ということでね、もう実はこの後ろ、ここにですね、スタンバイしているんですけれども、皆さんに紹介できたらと思います。だいぶ YouTube ライブでもね、ドキドキしてますという声が上がっていたので、早速紹介していきましょう。それではレッツゴー。はい、では早速紹介していきたいと思います。実はプンスケお迎えしていました、こちらの子になります。じゃ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 ーん。はい、あー、かわいい。はい、実はお迎えしていた子は第1弾クレステッドベッコ、モルフはねちょっとわからないんですけれども、女の子になります。名前は小梅ちゃんと言います。かわいいでしょう。実はクレスの女の子が家にいました。はい、ちょっとアプリ見てみましょう。あー、はい、お目目がウキウキしていてとっても可愛いです。完全に親バカですね。めちゃめちゃ可愛いです。今回はね、ちょっと撮影させてもらうためにね、ベッドシーツ下に敷いてますが、普段はねグラステラリウムのナノで飼育しております。もうね、だいぶ大きいんですけど、実はベビーの時から育てていました。だいたいお迎えしてから3ヶ月半ぐらい経ちましたね。だいぶ前ですね、去年の年末にお迎えしています。年齢的にもね、一応9月ぐらいに日本に来たヨーロッパ生まれの女の子なので、だいぶね大きくなってきたかなっていう感じがしますね。食欲もお迎えした時からかなり旺盛でね、ハンドリングもこんな感じですごいおとなしく乗ってくれます。ベタ慣れちゃんですね。あら、あら、かわいいね。はい、こんな感じで、手の上でも全然ねペロペロしているぐらいリラックスして過ごしてくれてます。他にもですね、我が家にはクレスの男の子たちがいるんですけど、その子たちと比べるとやっぱり顔つきがね可愛いですね。女の子の方がね、男の子の方がね、まつげがキリッとしているんですけど、女の子の方がこう全体的にお目目が大きいですね。はい、そんなわけで秘蔵っ子第1弾、実はクレステッド月光の女の子コウメちゃんを飼っていましたよというお知らせでした。この子のモルフ一体何になるんですかね。多分ブラウン系、レッド系まではいかないかなっていう感じはするんですけど、まあまあ赤い時もあるのでね、もし詳しい方がいたらぜひぜひコメントで、この子こういうモルフなんじゃないのっていうのを教えてもらえると嬉しいです。これからもですね、この子の成長動画撮っていきたいなと思っていますので、皆さんぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の秘蔵っ子でお会いしましょう。それではまたね、バイバーイ。